楽町チャンネルをご覧の皆様、ダンと言います。ご縁があって、楽町不動産投資新聞にコラムなどを書かせていただいている現役銀行員のブロガーです。経営立て直し中の賃貸住宅大手、レオパレス21が2021年9月中間決算を発表しました。最終利益が6億円の黒字となり、施工問題が発覚する前の2017年9月中間決算以来4年ぶりの最終黒字となりました。 従来の中間最終利益予想は115億円の赤字でしたので大幅な業績回復黒字転換を果たしたことになりますではなぜレオパレスは黒字転換を実現できたのでしょうかあれだけの問題を起こしたらレオパレスのアパートに住もうとする人はいないと思うかもしれませんそこで今回は決算資料からレオパレスの黒字転換の理由を探っていきたいと思います まずは2021年9月中間決算の資料から売上高を見てみます。売上高は前期比で約90億円減少しており、その主な要因は建築請負いの減少です。レオパレスは工事の受注をセーブしていますし、不良施工問題に揺れるレオパレスで新たにアパートを建築したいと考えるオーナーは極めて少ないと思われますので、これは当然と言えるでしょう。一方で売上総利益が増加しています。加えて 半管費も人件費を中心に50億円以上削減されています。この結果として本業の儲けを示す営業利益は約8億円の黒字となり、3年ぶりに黒字に転じました。ただし、経常利益については融資を受けた米投資ファンドへの金利支払いが負担となっており、赤字は続いています。では、財務内容はどうでしょうかバランスシートを見てみましょう。まず、自己資本はマイナスで110億円の債務超過となっています。 現在、レオパレスは東京証券取引所の規定に基づき、上場廃止の猶予期間入り銘柄となっています。2023年3月期末までに債務超過状態を解消できなければ、上場が廃止になる見通しです。ただし、純資産は米投資ファンドの資金が入ったことにより、プラスに転換しました。財務内容が改善傾向にあることに加え、現預金が438億円ありますので、 短期的には資金繰り破綻の恐れは少ないでしょう。続いて、両パレスで注目されることが多い入居率はどうでしょうか。4月から9月の平均入居率が約81%と収益確保の目安となる80%を上回っています。これは新型コロナウイルスの影響が徐々に緩和し、法人顧客を中心に抑制されていた入居需要が回復傾向にあることなどが要因です。このように、 全般的に見れば、レオパレスは業績が大幅に改善してきているのです。もしかすると、2021年9月中間決算は、存続の危機を出したターニングポイントになった決算期となるかもしれません。不動産投資を学ぶなら、楽待ファーストロジック。こうした足元の決算状況を踏まえ、レオパレスは業績予想の修正を行っています。2022年3月期。 通期の業績について研修ながら営業黒字に転換経常利益以下は赤字幅の大幅縮小を見込んでいます売上高が減少しているのに利益が大幅に改善するのはコストを削減するからですここでポイントになっているのは売上総利益率の大幅な改善と人件費を中心とした販管費の大幅削減ですこの図はレオパレスの原価削減の動向です 2021年4月から9月の実績では売上減価が170億円人件費が48億円と大幅なコスト削減が図られていることがわかります売上減価の削減分170億円の主な内訳は賃貸営業減価が30億円建築不動産減価が61億円賃貸管理減価が59億円となっていますここで注目したいのが賃貸営業減価です レオパレスは過去に賃貸営業原価はアパートオーナーに支払っている賃料であると説明しています。今回この賃貸営業原価が大きく削減できた背景には空室損失引き当て金の差し戻しがあります。空室損失引き当て金とは空室が出た際保証賃料と実際の家賃収入との差額を埋めるために前もって積んでおく引き当て金のことです。 2021年4月から9月、この空室損失引き当て金の戻し入れが25億円発生しました。物件の収支が改善傾向にあるため、そこまでの引き当て金を積んでおく必要がないとレオパレスが判断したのでしょう。レオパレスは詳細な説明をしていませんが、この空室損失引き当て金の戻し入れが、賃貸営業減価を押し下げた主要因とみられます。また、レオパレスの言葉を借りれば、一括借り上げ家賃の適正化、 すなわち、アパートオーナーへ支払うサブリース賃料の引き下げも、賃貸営業減価の減少にある程度は貢献していることが想定されます。なお、建築、不動産減価は主に建築事業に伴うものと思われます。建築請負いが減少している中では減少するのは当然です。最後の賃貸管理減価ですが、これは清掃や現状回復、メンテナンスなどの賃貸管理業務の減価です。 要するに外部委託費の削減などを行っていると考えてよいでしょうレオパレスの通期計画では営業原価を344億円削減する予定となっていますそのうち118億円が賃貸営業原価となっており他の原価を上回る削減率ですこれは何を意味してんでしょうか初めての不動産投資先輩大家さんに相談したい不動産投資の悩みを気軽に相談するなら「落町相談室」 楽町で検索賃貸営業減価が2022年3月期の下期に減少するということは2021年10月以降にオーナーに支払っているサブリース賃料が大幅に低下するということに他なりませんただしリオパレスの資料に通期修正計画は賃貸営業減価削減が遅延の見込みである一方との記載もあり オーナーとの交渉が思惑通りにいっていないことも伺えますレオパレスの決算短信によると2021年4月から9月における賃貸事業の賃料収入は1399億円です仮に賃料収入の9割をオーナーに支払っているとすると1260億円がオーナー宛てに支払っているサブリース賃料と仮定できます下半期もサブリースしている個数に大きな変動がないとすると基礎の 下期賃貸営業減価計画として128億円を削減するという内容を考えてみると、レオパレスは平均してオーナー宛ての支払い賃料を約1割削減する計画だったのではないかと想定されます。この数字自体はあくまで私の勝手な荒石さんですが、削減計画の実現が少し遅れているということなのでしょう。 ただし、1割の賃料削減というのは、アパートオーナー側から見れば死活問題となることもあります。オーナー側は賃料減額に簡単には合意したくないでしょうが、レオパレス側も会社存続をかけて必死でしょうから、厳しい交渉になっているものと想定されます。余談ですが、レオパレスからのオーナー宛て賃料減額交渉では、周辺の賃料相場との乖離・是正を目的とした賃料適正化と、 レオパレスが説明していることが報じられていますこれはいわゆるサブリース新法が影響しているものと思われますサブリース新法のガイドラインではここにあるように賃料減額は3つのいずれかに該当している必要があると記載されていますレオパレスがアパートオーナーに賃料引き下げ交渉を行っている理由は間違いなく会社存続のため赤字解消のためですがストレートにそのようには主張できないため 近隣相場の賃料査定などを行い客観的に支払い賃料が不相当になっていると主張しているんだと思いますいずれにしろレオパレスが倒産してしまえばレオパレスから賃料が入ってこなくなるのですからアパートオーナーとしては難しい判断を進められたでしょうレオパレスが赤字となっていた根本的な問題は入居率の低下とそれによってアパートオーナーに対する賃料負担が重くなっていたことにありましたしかし現在 入居率は回復しつつありアパートオーナーに支払っている賃料は引き下げが見込まれています施工不良問題でレオパレスの企業としての印象は悪化し企業存続としても危ういと考えている方も多いかもしれませんしかしレオパレスはこのように短期的には復活しつつある可能性がありますもちろん中長期で見た場合にはブランド力の低下新たなアパート建築が見込まれず サブリース物件が縮小していくことが予想されることから存続は難しいという見方もあるでしょう。しかし短いスパンで見た場合には復活する可能性が高くなってきているということです。レオパレスの決算動向は特にサブリース業者に運営を委託しているアパートオーナーにとっては資産に飛んでいるものです。レオパレスからはもうしばらく目が離せそうにありません。今回は レオパレスの2021年9月中間決算についてでした黒字化の要因は何か今後何をレオパレスとしてはしようとしているのかレオパレスの動きはアパートオーナーにどんな影響を及ぼすのかなどについて皆さんと確認することができたと思いますなぜレオパレスが潰れないのかについても少し理解できたのではないでしょうかこの動画が良いと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをまたコメントの投稿もお待ちしています ダン・ナオトでした。ご静聴ありがとうございました。